本日は日本人ゲノムデータベースの臨床ゲノム解析における利用ということでユーザー発表させていただきます。臨床ゲノム解析とは、ちょっとここ文字化けしてるんですけど、主にがんを対象にした体細胞変異の解析と、先天異常の異常症候群、遺伝子の疾患を対象とした生殖細胞系列の変異の2種類がありますが、本日は生殖細胞系列変異の解析についてお話しいたします。オーミムには大体8247の疾患が登録されておりますが、近年の MGS 技術の発達によって病原遺伝子が解明されている疾患が、この数がどんどん増えてきております。遺伝子検査の必要として、単一遺伝子が単一疾患を引き起こすのではなく、複数の遺伝子が一つの疾患を引き起こす場合、または一つの遺伝子が複数の疾患に関わっている場合があります。このように臨床層のスペクトルが広いこともあるため、遺伝子検査によって初めて診断が確定できる疾患が多いです。また、遺伝子変異の種類が判明すると、臨床病型、重症度、予後などについて参考となる場合が多いです。これは当分野で使用している生殖細胞系列変異の NGS 解析パイプラインです。ここにお示ししているのは GATK プラティクスに載っているものをお示ししています。一般的な BWA-GATK で解析しておりますが、このアノテイトバリアントというところで種々のデータベースを参照しております。本日はお話しいたしませんが、ここで CNV 解析、構造多型などについても臨床上重要な知見が得られます。また、これらのパイプラインは更新されており、データベースも日々更新されておるため、未診断症例はこのパイプラインやデータベースが更新されるたびに再解析を行っております。ヒトゲノムのバリエーションデータベースとしては、対象とする元データがエクソーム、全ゲノム、疾患情報などがありますが、エクソームの、国際的データベースとして ESP、EXAC などがあります。日本人を対象にした HGVD が赤字で示してあるデータベースです。これらのエクソームデータベースには、健常者のデータ以外にも患者さんのデータが入っている場合があるので、健常者だけのデータではないと点に注意が必要です。全ゲノムのを元にしたデータベースとしては、腺ゲノムデータベース、あと日本人を対象にした東北メガの IJGVD があります。また疾患の情報を元にして構築されたデータベース、クリンバ、HGMD、オーミムなどがあります。次に、この赤字で示した日本人データベースを紹介いたします。最初に日本人のエクソームを解析したデータベースとして HGVD があります。ホームページ上では、ここに、遺伝子を入れたりすると、ゲノムブラウザー上で、エクソーム解析の結果を閲覧することができます。エクソーム解析1208検体の、結果が載っておりますが、ブラウザ上ではなくデータセットを一括でダウンロードすることもできます。このダウンロードしたデータをパイプラインに組み込むことにより、容易にフィルタリングを行うことができます。このデータベースは、7月にバージョン2にアップデートされております。このデータベースは、これ徳島県のマスコットなんですけど、すだちくんというキャラクターなんですが、よくお世話になっております。もう一つ、日本人健常者の全ゲノム配列をもとにしたデータベースとして IJGVD というデータベースがありますが、
こちらも同じようにウェブ上で遺伝子名などを入れて頻度情報などを解析することができますが、こちらもデータセットをダウンロードできます。この6月に、以前2014年に公開された1070検体から2049検体に増えました。ただしこのデータベースでは常染色体の SNV のみが掲載されており、インデルなどの情報は含まれておりません。また1000検体の時には X 染色体も含まれていたのですが、2000検体になった時に X 染色体がなくなってしまいました。これもよくお世話になっております。さて、これらのヒトゲノムバリエーションデータベース、日本人のものを使用した場合、実際に検出した変異がどれくらい絞り込めるかの例をお示します。これはホールエクソームの例なんですが、だいたい4万4000個の SNV が検出されるのですが、ヒトゲノムバリエーションデータベース、センゲノムや ESP、EXAC で頻度 1% 以下の 1% 未満の変異を検出します、フィルタリングしますと約 2% の900個になります。さらに日本人ヒトゲノムバリエーションデータベースをすると約半分の400個まで絞り込むことができ、変異の統計がヒトゲノムバリエーションデータベースだけを用いるより容易になります。これらのエクソームデータ解析では、ここの緑色の部分のようにターゲットとした領域だけを解析している場合が多いですが、オフターゲットの解析としてマップされていないところはウイルス DNA やコンタミネーションなどがあります。さらに、ターゲットとしてないエクソン外の情報、アンレジレート DNA としてイントロニックなところやインターチェニックな場所を解析することが、さらに、新しい変異の絞り込みにゲノムデータベースを使用することができます。先ほどお示ししたパイプラインでデータベースを参照するところで、エクソン外、領域外の解析を使用して実際にイントロン内の変異が疾患に関わっていった例をご紹介します。まず最初に目白胡椒という X 連鎖性遺伝の疾患で、大抵は GPR143 遺伝子が原因となっています。この家系をエクソーム解析しましたが、初期の解析では全エクソーム解析、エクソン内及び前後エクソンから前後10ベースペアに有意な変異は見出せませんでした。そこで先ほどのオフターゲット解析としてイントロン内の SNV を絞り込みました。4万4千個の中からイントロン内の SNV を抜き出したところ約2000個ほどありました。さらに日本人ヒトゲノムバリエーションデータベースを使用すると1500個弱まで絞り込むことができました。この変異は家系解析しますと、罹患している患者さんでは主の変異、母親ではヘテロの変異、父親は、野生型のアレルで変異は持っていませんでした。これは X 連鎖性のレセ遺伝病の形式をとっておりました。このようにここの場所はエクソンから131ベースペアとかちょっと離れた領域で、普通の解析対象ではなかなか見つけにくいところです。エクソン解析ではここがエクソンの場所なんですが、このようにイントロン内も周辺イントロンの部位もアライメントされています。で、これ遺伝子こっちの
右から左向きなのでエクソンの前の方に変異がありました。この変異があった場所の塩基配列を抜き出してきたところです。上が野生型、下が変異のあった配列です。この赤い印で示したところが変異のあった塩基で、この場所をスプライスサイトの予測プログラムにでプレディクションしますと、変異の入った場所では新しくドナーサイトが生じるスコアとなりました。アクセプターサイトはもともとこの割と高い数値のところで、ここを起点としてここを終わりとする新しいエクソンが生じる可能性がありました。これを機能解析いたしました。 GPR143 は面特異的、そして特異的な発現により転写産物の直接検出が困難であったため、このようにミニジーンを作りました。エクソン5から6のゲノム配列をエクソントラップベクターに組み込み、RNA をこの2種の細胞で発現しました。こちら側が野生型、こちらがミューテーションが入っていた RNA 産物ですが、変異配列からは長い RNA 産物が得られました。長い配列は先ほどプレディクションした通りに新しいエクソンが生じて、この41ベースペアが正常配列に挿入されていました。新しいエクソンが生じたことによりフレームシフトが起こり、このようにトランケートプロテインが生じていました。まとめです。このように臨床ゲノム解析においてはゲノムバリエーションデータベースを用いてフィルタリングを行うことで変異を絞り込むことができます。特に日本人の解析においては日本人ゲノムを対象としたバリエーションデータベースを使用することによりイントロン内の変異の絞り込みもさらに可能となりました。日本人ゲノムデータベースはこのように臨床ゲノムの解析においては臨床的な課題を把握しつつ疾患の診断、病原系との関連の解明に有用なツールです。今後このように日本人を対象したデータベースや、全ゲノム解析のデータベースでは SNV しかないためインデルなどを含めたデータベースの拡充が望まれています。このようにデータベースが充実することによって今後変異の絞り込みが容易になることが期待されます。どうもご清聴ありがとうございました。